2022年9月28日23時55分33秒でございます。さてさてさて、口座管理見ていきましょう。口座管理っつうかあれだね、トータルリターン。ダメだね、ずっと下がってるもんね。誰だよ教祖様。2158万、うわ、150万ぐらいまたね下げちゃっておりますな。いかんわこれは。いかんいかん。ポートフォーリオ見ましょう。軒並み全部マッキャッキャーじゃなくて真っ青ですな。これがいけんね、レバレッジ。まあ全部ダメですね。多分ね、大事な呼吸法ですね。ねえ大好きな君へ、笑わないで聞いてくれ。愛してるだなんて臭いけどね。だけどこの言葉以外伝えることができない。ほらね、バカにして笑ったよね。君の選んだ道はここでよかったのかなんてわからないけど、ただ泣いて笑って過ごす日々に隣に立っていれることで僕が生きる意味になって、君に捧ぐこの愛の歌。ねえ、あの日の僕ら何の話をしてた。初めて会った日によそよそしく、あれからいろいろあって、時には喧嘩もして、分かり合うための時過ごしたね。この広い僕ら空の下で会って恋をして、いつまでもただ泣いて笑って過ごす日々に、隣に立っていれることで君と生きる意味になって、君に捧ぐこの愛の歌。いつも迷惑かけてごめんね。密度濃い時間を過ごしたね。僕ら二人、日々を刻み、作り上げてきた思い募り。下手くそな歌を君に送ろう。めちゃくちゃ好きだと紙に誓おう。これからも君の手を握ってるよ。僕の声が続く限り、隣でずっと愛を歌うよ。歳をとって声が枯れてきたら、ずっと手を握るよ。ただありがとうじゃ伝えきれない、泣き笑い悲しみ喜びを共に分かち合い生きてゆこう。いくつもの夜を越えて、僕は君と愛を歌おう。ここのとこの病状はですね、まあ、あれですね、まあ、体が痒いってとこですね。足も痛いんですけど、体が痒いのは、そのビレルビンっていう物質がですね、まあ、体から排出されずに体内を巡って、まあ、痒みを引き起こすっていうことらしいですね。痒いんですよ。で本当はさ、なんか、銭湯とかに入ってさ、それで痒くなることあるんで、それかなと思ったんですけど。
か、そうじゃないっぽいですね、ここの痒みの続き方からするに。やばいですね。まあ、健康にはなってない感じなんですけど。あとね、足の腫れはだいぶその腫れというかむくみは怪我っていうか、そのだいたい太もものさ、筋肉内出血の方がだいぶ腫れは引いてきて、でむくみもだちょっと取れてきたかなっていう感じで、痛さはどうかっていうと、まあそんな変わんなくて、やっぱり痛いもんは痛いですね。うん、痛み止めをね、まあちょっと今日は飲みました。結果失礼しました。なんか痛い、やっぱね、無理して歩いたりするとやっぱ痛いっすね。その時はまあちょっと痛いで済むんですけど、終わってからね、終わってなんかその日、ああ痛かったな、疲れたな、ゴロンってすると痛い。あとね、その頻尿ですね。頻尿はちょっとね、マシになってきました。前は本当1時間に1回夜中起きてトイレ行って、 10分以上かけてねトイレ行って、で戻ってきてまた寝て、またなんかちょっとうつらうつらしたらまたトイレ行ってって感じで、まあ全然寝れなかったんですけど、今ちょっとね1時間半ぐらいに1回になったかな。まあそんだけ寝れれば結構、まあぐっすり寝て起きて、ぐっすり寝て起きてって感じがちょっとします。まあ寝るのも怖くないっていうかね、という感じです。今日はね、ここ2日ぐらいね、ずっと寝れなかったのを、ここ2日ぐらいは、あの昼間も夜も昼間もなんかうつらうつらする感じで寝てます。まああまりね外も出ずに、今すでに同じって感じですけど、まあ、働きもせずにね、やる気もしないし、削除してからそんな感じですかね。うん、健康状態としては、まああと30日にあれですよ、外来病院に行ってきますけど、まあ、30日の検査結果がどうなってるか、まあ良くなってればいいんですけど、まあこれまでで良くなったことはないので、またねどっかね悪化してんだろうな、まあ、入院だけはね避けたいですね。入院だけはちょっと避けたいです。入院するとね健康にはなれないですね。どうにか通院で済ませたい。いやー通院がいいっすよ。尿カテーテルはもう嫌ですね。ほんと外した時がきつい。外してから尿カテーテルしてるから頻尿になってるんだと思うんですよね。尿カテーテルってあのね、膀胱までゴムのなんか管を通して直接バッグの中におしっこ溜めるんですけど、要は尿意関係なくね垂れ流しするんですよ。だからもう昼も夜もなくずっと垂れ流しで、まあ楽っちゃ楽なんですけど、それを取った後なんですよね、きついのは。10代の少女に現金を渡すと約束し、みだらな行為、児童売春の疑いで男逮捕。いやまあね、どっちが犯罪者でどっちが被害者かよくわかんないような、この事件をね、警察が一生懸命やってんじゃなくて、ちゃんとさ、なんかもっと重大な事件とかさ、悪いやつ捕まえろって思いません？こんなくだらねえ事件をさ。女子高校生とみだらな子、飲食店店員の21歳男を逮捕、路上で声をかけ。いやナンパしてさ、エッチしたっていうだけの話。なんでさ、こういうのもダメなんだね、今ね。福岡大学の助教逮捕、女子高校生にみだらな行為の疑い。なんか福岡大の薬学部の助教が SNS で知り合った17歳に
とエッチして、でなんかね、学校の性被害に関する通報で発覚したんだって。SNS で知り合ったか少女とみだらな子、フィリピン国籍の男逮捕。20歳の男が捕まったみたいなんですけど、まあ、16歳の女の子とね、なんか年が近かったら捕まんないみたいな噂もあったけど、そういうのもないんだね今ね。